はい、どうも西田です。西田のコチトラ自腹じゃというわけでですね、また新しいスマホをね購入しました。今撮ってるのがですね、シャオミの 12S ウルトラなんですけど、これアリエクスプレスで買いました。これね、オッポのね、ファインド X6 Pro ですね。で、発売日に注文して、1ヶ月経って、やっと来ました。でね、もうね、アリエクスプレスね、来るの遅すぎですね。もう他の人がね、もうレビュー、だいたいね、落ち着いて、次もうシャオミの13ウルトラに話題が移り変わるときにね、やっと、注文ですね。うちのチャンネルもですね、ファインド X6 Pro レビューをしていきたいと思います。まずちょっと袋開けましょうか。こんな感じですね。頑丈にパックされております。では、おー、箱はワンプラスの時みたいにめちゃくちゃ大きくはないですね。では開封していきましょうか。ほら、ここに穴が開いてる。わー、なんかいいですね。なんかスマホ買ったっていうのいいっすね。新しいのなんかワクワクするわ。しかもこれ結構ね、僕本当に欲しかった端末なんで、スペック的にね。では開けていきましょう。オープン。よいしょ。まずは説明書系かな。では何が入ってるのか見ていきましょう。うわ破れてるんやけど僕。おー、ケースですね、ケース。おー、かっこいい。で、紙の説明書、中国語の説明書、中国の説明書。なんか硬い紙が入ってる。会員登録してくれってことかな。で、これが付属のケースですね。ではちょっと見ていきましょうか。おー、この重厚感。おー、かっこいい。横に置いといて、で、中にはですね、 USB Type-C Type-C の USB ケーブルと、で、充電器ですね。これ 100W かよすげえな、 100W 対応。え、これちょっと待って、ここね、 USB Type-A なんですけど、充電ケーブルは USB Type-C Type-C。 これえ、これ使えるの、これ接続できひんよ。まあまあまあいいか。どういうことこれ。まあまあまあいいや。はい、それでですね。あ、ちょっとまあ、開けていきましょうか。ペリペリペリ。おー、見てください。おー、すげえこのカメラ。このペリスコープすごいな。シルバーをね、購入しました。ここがレザー調になってますね。質感すごいな。早速指紋がついた。それでですね、なぜね、これを購入したかったかと言いますと、まあ、いつも乗り物系のね、動画撮ってる時、広角カメラでね、よく撮ることが多いんですけど、前々回に買った時に、この OnePlus 9 Pro っていう、これね、あんまカメラの知識ないままの状態で買ってたんですけど、で、これがですね、メインカメラがね、IMX の789ですね。センサーが 1.43 分の1で、これですよ、広角。広角が IMX の766。これね、これどっちだったかな、忘れたけど。で、この IMX766 って他の端末で、まあ、一世代、二世代前ぐらいの端末では、メインカメラでね、使われるような高性能なカメラだったんですけど、それがね、この OnePlus 9 Pro では超広角に使われてたんですね。で、この OnePlus、この後ですよ、10 Pro とか11 Pro で超広角のカメラはね、スペックダウンされててですね、その OnePlus 引き続き買うのはちょっとためらってたんですけど、これですよ。OPPO のね、まあ、これ同じ系列なんですけど、OPPO と OnePlus。こっちもね、超広角が、まあ、メインはね、この今撮ってる 12S ウルトラと一緒の IMX989 なんですけど、超広角が IMX766 から多分進化したんじゃないかな。IMX890 っていう、これもね、センサーサイズ 1.56 分の1で、まあ、一緒なんですけどね、まあ、さらに良くなったであろうっていうので、これでね、乗り物系は増やしていきたいなと思ってるんですけど、で、購入したのが 12GB メモリの 256GB ですね。というわけで、外観はですね、右側に電源ですね。お、緑のラインが入ってる、かっこいい。
で左側に音量ボタンがついてます。これね、 OPPO 系列の携帯って大体ワンプラスも一緒ですね。で今メインで使ってるリアルミーも左に音量ボタンがあって、もうね、アンドロイドを使ってる人ってこの右側に音量ボタンがあるのに慣れてるんですけど、 OPPO 系はね左についてるんですよね。で左って言えばこの iPhone も音量は左ボタンで、なんかね、僕ももうずっと3年ぐらいリアルミーを使ってたら左側にね音量ボタンが、ね、あるの慣れてしまってですね、それが普通になってきてるんですけど。で両面にはスピーカーとマイク穴、下ですね USB タイプ C と SIM スロット、スピーカー、マイク穴がありますね。濃いなぁ、カメラでかすぎでしょ横から見るとねこんな感じです。ではですね、ちょっとこのままね触るのもあれなんで、実はいつも買ってるんですね、透明のね TPU ケースを装着したいと思います。はまるのか。これもね同時に1ヶ月後ぐらいに来ました。さあどう、いやちょっと待って、これちょっとここがねディスプレイ浅いの。ワンプラスの時って結構ここの深みあったんやけど、これちょっとあんまり差がないというか、どうや、なんか思ってたよりディスプレイより深さがないというか、多分じゃね。でカメラ側ですね、カメラ側、こっちの方が深みないと思ってた、意外とこっち深みあるな。これ直接下に置いてもカメラが当たることはなさそうですね。ちょっとディスプレイ面が気になる、わかるかな。保護フィルムはねもうすでに貼ってありますね。前面の穴のとこに保護フィルムの穴は開いてないですね。これはそのまま行くんだ。それではですね、電源入れてみましょう。電源入れる、いや入ってるけどちょっと待ってくれ、これ電源入っとるやんけ最初から、嘘でしょ。え、どういうことや。ちょっとね、リセットしたい。リセットするのどうしたらいいんですかね。これ多分ね、プレイストアが入ってるから、最初から設定してくれたんじゃないかな。ちょっとね、リセットする方法を考えます。なんとかですね、リセットできました。これもしかしたら日本語設定できないのかな。じゃあ行きましょう。あ、日本語ある。あ、よかった。なんか、いっぱい設定があるな。完了。始める。始まった。すげえ。Google Play がない。あ、ジンドンが入ってる。うわ、すげえ。TikTok も入ってるやん。いらねえ。いらねえ。いらねえ。さあ、それではちょっとですね、カメラちょっと見ていきましょうか。カメラ。写真をこんな感じで撮れる。あ、4対3は嫌だな。16対9にして、おで動画ですね、動画で 1080p4k 撮影中に超広角に戻れるか問題、変更できるか問題、録画、あ、いけますね。録画中にも超広角いけるし、ズームもいけるぞと。おお、素晴らしい。4K の 60fps も撮れると。ただこれ 8K はないんだな。で写真で AI オンにして、これ HDR ってどうなってんだろう。設定画面で、あ、少し入れれるぞ。あ、これはいらない。一般、少し、あ、これこれ僕は好きなの、こっち。1とかも入れるんだ。平方って入ってる。あ、1も変えれるみたい。左下がいいけど。左下にしよう。あ、これいいですね。写真、動画。プロってある、好き。さあ、ちょっとね、Google Play とかいろいろ入れて、いつものね、自分の使いやすいような設定に変えていきたいと思います。
それではですね、皆さん大好き、みんな大好き、アントゥツベンチマークテストを行っていきましょう。音もね、どんな感じかちょっと聞いてみてください。音量上げてます。はい、というわけで CPU ね、8Gen2 132万点出ましたね。すごいな。 GPU57 万点、 CPU が29万点。 温度は低っ、29度前後。バッテリー消費も 1% ですね、という結果になっております。せっかく来られたからね。はい、これって慶応の聖地じゃないんかな。岡大将うーみよすげえすげえ、全部貼ってくれてるんや。マンホールカード800枚あるっていうことでまあ無理やろ。どこがあれなんだ。綺麗な星野哲郎、入館料有料、何ぼか買いといてくれよマジでこれ歩いて駅まで行くの。いやー、一人ですか。あ、一人です。すいません、こっち京都、京都の。はい、それではですね、 Find X6 Pro のカメラテストを行っていきましょうか。電車の中で主にはね、トンネルの出入りのとこをメインで撮影していて、白飛びとかね、その辺あたり見ていきたいと思います。Thank you.
はい、それではですね、メインカメラで、手ブレ補正テストやっていきましょう。では走ります。はい、それでは手ブレ補正テスト IMX989 同士でねやっていきたいと思います。歩いていきます。では走ります。はい、それでは重量ね測っていきましょうか。重さ、じゃあどれぐらいかな。220、重いなこれ。これね、一応保護シートは貼ってあります。それでですね、この標準装備のケースをはめると、さて何グラム、240直帰し。まあまあ重いですね。それでいつもね、僕が愛用して買い続けてるここのバンパーがあるTPU ケースなんですけど、どうもですね、この液晶側の方のがあんまりこの画面とのねクリアランスが少ないんですよ。で、試しにですね、もう一個買ってみたんですよ。同じやつっていうか違うメーカーが出してるの。やっぱりね、これ同じの買っても全く一緒のものが来て、結局液晶方はなんかちょっともう一つな感じですね。こっちのここの液晶画面からの高さがあんまりないので、ファインド X6 Pro の TPU ケースは外れです。あんまりこれはおすすめしません。かといって他の買うのもあれなんですけど、もうこれで使い続けようと思うんですけど、他のこういう iPhone みたいに液晶から守れるかって言ったらあんまり守れなさそう。はい、次はね、指紋認証いきます。もう一回こんな感じですね。めっちゃ速いですね、これぐらいの速さ。あと顔認証やってみましょうか。顔認証見ました、今の速さ。顔認証これぐらいですね、この速さです。で、スピーカーですね、自分で撮った動画を電車内で見てたらびっくりするぐらい音がでかいですね。こっちとこっちにねスピーカーがついてます。
マイク機能もですね、こっちの iPhone と同じぐらいの集音性能は優れてますね。この編集画面で見てて、だいたい一緒ぐらいの音の大きさやったんで、これも結構すごいなっていう感じですね。はい、だいたいね、主なレビューはこんなとこなんですけども、 iPhone1 インチセンサーのカメラ、まあ、こっちの Xiaomi とかこの Find X Pro、6 Pro で比べてたら、さすがに12の Pro Max ではセンサーサイズが小さく感じてきましたね。これでも相当最初はね、夜の時かなり明るく撮影されてるなと思ったんですけど、今こっちの2つを比較すると iPhone の方がまだちょっと暗く感じてしまう。やっぱ14とか次の15とかになってくるとね、1インチセンサーになるって今言われてるんで、またその iPhone ってやっぱ相当すごいんだろうなっていう風な感じはしてます。欲しいなとは思うけどね、値段がもうとんでもないことになるんじゃないかなと思ってるんで、なかなか手を出しづらいんですけど、まあ Android のこのスマホでも十分かなっていう感じですね。今撮影してる Xiaomi の 12S のウルトラが 512GB で、これがね、容量ほんまに減らないんですよ。なかなか減らなくて、あ、これ Vlog 撮影にほんまにいいわっていう感じで、撮影メインでね、今使っております。で、乗り物メインはね、こっちでしていこうかなと。やっぱりあの超広角カメラのセンサーサイズがね、今のところ一番大きいので、これがね、電車とか乗り物系の撮影はメインかなと今考えてます。今後のスマホの展開はもうね、しばらくいいかなと思って、今 Xiaomi の13ウルトラ出てますけど、もう追いかけても追いかけてもいいのがどんどん出てくるんで、まだ今度はあれでしょ、 Vivo の100プロプラスみたいなのが出るって言ってるんで、それやったら次買うんやったら Galaxy か iPhone がいいんじゃないかなって今考えてますかね。最後にですね、まあ写真の作例とか、あと夜間に撮影しに行った模様もありますんで、それを見てお別れしましょう。またツイッターにも他のスマートフォンとの撮影比較をしたものがありますので、よかったらそちらもね、見ていただければなと思います。これね、アリエクスプレスで 12GB、256GB をね、買ったとはずやったんですけど、これシステムのところをね、よく見たらですね、デバイスについてって見たら、ラムがね、16GB になってるんですよ。もう得したのか得してないのかよくわからないんですけど、12GB ちゃう、最低の一番下のラインで買ったはずなのに、まあ、良かったのか悪かったのか、まあ、値段はそこそこしてるからね、いいのか悪いのか、これがね、中華クオリティですね。ああ、東京駅すげえ。田舎も丸出しやな。どや。おお、すごい。電車。上に見える新幹線がとんでもない。はい、それでは今からですね、夜景じゃないか、夜間のね、撮影行っていきます。集合台っていう見晴らしのいいとこで撮影して、この動画終わりたいと思います。では行ってみましょう。暑い。どうでしょうか、だいぶ明るく撮れてるかな。これね、メインカメラです。やっぱ黄砂か PM2.5 かな、もやってしてるのがすごいな。あんまり夜景は見えないか。あー、やっぱ綺麗や。ここはやっぱ夜景が綺麗だ。しょ、到着。集合台到着。はい、それでは iPhone12 のね、プロと Find X6 Pro のね、夜景動画比較。フル HD の 30fps です。ちょっと動いていきましょう。ファインド X の方がちょっと明るいかな。ライトはファインド X の方が白飛びがすごいね。
では超広角に変えましょうか。はい、それでは次はですね、シャオミの 12S ウルトラと動画比較していきます。ファインド X の方が明るいかな。よいしょ。だ、階段降りていきます。飛びがやっぱすごい。超広角に変えていきます。シャオミが 0.5 で、ファインド X が 0.6 ですね。角度がちょっと若干違います。それでは次は、ワンプラス9プロですね。やっぱこう、ハッセルブラッドやから、なんかよく似てる気がする。階段降りていきます。うん、めっちゃ似てるな、明るさとかが。では階段上がります。一緒やな、なんかよう似てるぞ。超広角に変えます。はい、それではこれでね、夜間の撮影テスト終わりたいと思います。では帰りましょう。